皆さんこんにちは、漆舘由美香です。これから YouTube の場で客室乗務員、グランドスタッフになるために必要なこと、私が当時内定を勝ち取るために大切にしてきたこと、努力してきたことを皆さんと一緒にシェアしていきたいと思います。私は大学卒業後、航空会社で数年間働いていました。1社目は日系の航空会社でグランドスタッフとして羽田空港で勤務し、その後転職をし、外資系の航空会社で客室乗務員として乗務していました。今現在青森県に住んでいるんですが、高校生や、エアラインに興味を持っている方々からアドバイスを求められることが多いんです。退職をしたのは数年前ですし、元グランドスタッフ、元客室乗務員という形にはなってしまうにもかかわらず、参考にしたい、アドバイスをくださいという声を意外にも多くいただくんです。 YouTube で動画を公開することによって、青森県だけでなく、興味を持っている方々に参考になるのではないかなと思い、今回動画を作ることにしました。ご興味のある方はぜひご覧ください。まず私がここでお話しすることは全て個人的見解です。私が当時大切にしていたこと、努力していたこと、また考え方なので、あらかじめご承知おきください。それでは前置きが長くなりましたが、本題に移ります。今回はグランドスタッフになるために必要なことです。まずその前にグランドスタッフの仕事内容について少しお話しします。グランドスタッフは航空会社の地上勤務職員のことを指します。グランドスタッフ、また特定地上職とも言います。各空港に勤務し、お客様に様々なサービスを提供します。イメージしやすいのは空港でのカウンターでのチェックイン業務だったり、搭乗口での案内業務が一番挙げられるかと思います。その他にも運航を管理するコントローラー業務だったり、受託手荷物の破損の対応業務など、本当に多岐にわたるんです。もちろん国際線、国内線によっても異なりますし、空港、そして航空会社によっても若干異なります。私たちは定時出発のために関係部署との連携も欠かせません。一機の飛行機を飛ばすためには、個々人の努力だけではなく、関係部署とのチームワークがとても重要で、大勢のスタッフが関わっていることになります。それではここからですね、グランドスタッフになるために必要なことです。まずグランドスタッフになるためには、各航空会社が行っている採用試験に合格しなければいけません。採用試験というのは毎年、例えば4月にあるというわけではなく、時期が決まっていません。なので興味のある方は、随時採用情報が更新されますので、常に日頃からチェックしておくと良いです。受験をするにあたって、まず航空会社が、示している応募資格にクリアしていることが前提です。今日は応募資格でよく見る3つの資格条件についてお話しします。まず1つ目、学歴です。学歴は専門学校卒業レベル以上としているところが多いです。専門学校、短期大学、4年生大学、大学院などの卒業レベルですね。よくどのような学科、学部を卒業するといいですかというふうに質問をいただくんですが、特に学科、学部は関係ありません。専門学校であればエアライン科を卒業している方が多くいらっしゃいました。私はちなみに国際学部出身なんですけれども、文系理系問わず、もう同期、先輩後輩、本当にいろいろな学部出身者の方がいました。なので、グランドスタッフになるためには、ここの学部だからダメだとか、ここの学部を卒業しなきゃいけないということはありませんので、ご安心ください。私はそのような学校で、教養を身につけて、自分の考えを養うことが一番大事なんじゃないかなと思っています。
次に語学力です。語学力は必要です。英検2級以上、 TOEIC 550点以上としているところをよく見かけます。ですが語学力は高いに越したことはありません。例えば空港で外国人のお客様がいらっしゃったとします。外国人のお客様は日本語を喋れる方は良いのかもしれないんですが、大抵は英語で話しかけてきます。もちろん私たちも空港で働く以上は、まあ、世界の共通言語である英語を話すべきですし、英語でおもてなしをする必要があります。いろいろなお客様をお迎えするにも語学力というのは必要です。英語以外にも他の言語ができるとなお良いです。そして3つ目は居住地です。私が当時働いていた頃は公共交通機関で90分圏内に居住または転居するというのが条件でした。私は当時羽田空港で働いていたんですが、羽田空港から90分圏内で通勤できるところを選びました。グランドスタッフは早朝深夜勤務もありますし、結構イレギュラーもあります。あまりにも遠いところに住んでしまうと通勤するのも大変なので、よく航空会社では、まあ、空港の近隣に住むというところを条件としているところが多いです。その他にもこういうところが気になるんじゃないかなというところと、私が当時大切にしていたことをシェアします。5つご紹介します。1つ目です。身長です。グランドスタッフになるために身長制限はありますかというふうに質問をいただくんですが、身長制限はありません。客室乗務員ですと約何センチ以上というふうに、まあ、指定はあるんですが、グランドスタッフは身長制限がありません。なので少し身長が低いなって思われている方、ご安心ください。どなたでも応募ができます。2つ目に資格です。グランドスタッフになるために必要な資格、取っておいた方がいい資格はありますかという質問もよくいただきます。特にこの資格を取っておいた方がいいという資格はありません。もちろんいろいろな資格を取っておいた方が自分のためにもなりますし良いかもしれませんが、グランドスタッフを受験するにあたって必要な資格というのは特に明記されていません。ちなみに私はファーストエイド、秘書検定、接客サービスマナー検定というものを大学時代に取得したんですが、特にグランドスタッフを受けるにあたって絶対この資格を取らなきゃいけないというわけではないのでご安心ください。資格取得のために専念するよりかは語学力を少しでもアップさせた方が私はいいのかなと思います。3つ目は体力です。体力は非常に重要です。グランドスタッフは早朝深夜勤務もあります。そして不規則な勤務スケジュールです。私が当時働いていた頃は早番早番遅番遅番休み休みというサイクルで働いていました。早番ですと朝2時半3時くらいに起きて5時6時には勤務がスタートしていました。終わる時間はだいたいお昼過ぎでしたね。で遅番になると勤務開始時間がお昼11時12時1時くらいが多くあって、終わるのは夜なんですよね。なので早番から遅番に変わるタイミングも、ちょっと管理をきちんとしなくてはいけませんでしたし、休みから早番になる時も前の日は休みの日なんですけれども早めに寝なきゃっていう感じだったんです。なので毎日働く時間が違うからこそ体調管理、自己管理能力っていうのは非常に大事になってきます。常日頃から体調管理には気をつけておくと良いですし、自分がちょっと不調を感じた時にはどういう対応をすれば、元に戻るかな、安全な体調に戻るかなっていうのも考えておくと良いです。自分の体を一番理解しているのは自分だと思いますので、どういう時に体調が悪くなるのか、ちょっと
体調が悪くなったらどういうふうにしておけばいいのかっていうのを、まあ、日頃から考えておくと良いかもしれません。4つ目です。第一印象、笑顔です。第一印象は本当に大事だと私は考えています。お客様を一番最初にお迎えするのは私たちグランドスタッフなんです。お客様を飛行機にご搭乗いただく前のサービスを私たちは提供します。飛行機に乗る前までにお客様に不快な思いをさせてしまったり、少し残念な気持ちにさせてしまっては悲しいですよね。で、接客をするにあたっても第一印象というのは非常に大事になります。他の例で見てみますと、まあ、私たちがレストランに行ったとしましょう。私たちはお客さんで、まあ、店員さんが不愛想な態度だったり、まあ、失礼な態度を取ったりすると嫌な気持ちになりますよね。せっかくご飯は美味しいのに、なんでこんな対応なんだろうってがっかりすることもありますよね。それと同じです。まあ、空港にいらっしゃるお客様はお客様なんです。私たちの航空会社を選んで来てくださる方もたくさんいらっしゃいます。お客様に良い印象を与えられるように笑顔はとても大切です。もう私は日頃から口角を上げるように意識していました。歯を見せて笑わなくても口角を少しキュッと上げるだけでもいい印象を与えられると思います。なのでこれから受験を控えている方、エアラインに興味がある方は第一印象というのが非常に大切になってきますので、日頃から笑顔の練習をしておくと良いかもしれません。最後、日本人としての礼儀、マナーです。もちろんこれは航空会社に限らず大切なことだと思います。空港は他の外国人の方を一番最初にお迎えする場所でもありますので、まあ、日本人としての礼儀、マナーを大切にしてお客様に接して差し上げれば、あ、日本人はこういう方々なんだなっていうふうにも思ってもらえますし、働く上で私は礼儀マナーというのは大切だと思っています。正しい言葉遣いだったり仕草だったり、いろいろな方が見ています。印象を良くするためにももちろん礼儀マナーというのは必要だと思いますし、働く仲間同士、そしてお客様みんなに良い印象、働きやすい環境を作っていくには礼儀マナーというものが私は必要だと思っています。皆さんいかがでしたでしょうか。グランドスタッフになるために必要なことをご紹介しました。少しでも参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。